こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日は京セラのコンデジファインカム3300を紹介します。京セラといえばファインカムシリーズですが、初めてファインカムを名乗ったのはこの3300なんだそうです。ということはもしかしてこれが京セラ最初のコンデジなのかなと思ってネット調べてみたんですが、情報集めきれませんでした。このカメラよりも古い京セラコンデジ、ご存知の方いたらコメントで教えてほしいです。2000年発売、300万画素のカメラになります。2000年当時まだ200万画素が主流の時代で、一部の高級モデルだけが300万画素だったので、当時としては高画素数なカメラでしたし、値段が8万円を切った7万9800円で発売されたのが話題となったようです。ハードオフジャンク品550円で買ってきたカメラです。京セラのコンデジなかなか見かけませんので買ってみたかったんですが、バッテリーは入って売られていたものの、当然充電は切れていて、なんとか動作確認できないかなと思ったんですが、ここに AC アダプターの端子があります。そして裏を見てみると 5V と書かれていましたので、お店で AC アダプターをお借りして動作確認させてもらったら、ちゃんと撮影できそうなカメラだったので買ってみました。デザインは結構面白い形をしていて、2000年当時のネット記事を見てみると、サムライシリーズをイメージしているんじゃないかみたいなことが書かれていたんですが、サムライと並べてみると似てるかなとちょっと疑問ではありますが、この辺の丸まった感じがちょっと似ているかもしれないですね。で、フロントパネルが金属パーツですが、側面や背面はプラスチック素材が使われています。フロントだけでも金属なんで少し高級感があるかなといった感じです。でメディアはコンパクトフラッシュが使われています。でコンパクトフラッシュなんですが、パソコンと通信する端子はなくて、 AC アダプターの端子とビデオ端子があるだけです。パソコンに取り込むときはカードリーダーを使う必要があります。あともう一つ、ファインダーがないというのもこの当時としては珍しいんじゃないでしょうか。かなり割り切ったデザインをしている感じです。バッテリーは京セラの BP1100R というバッテリーが入っていました。コメントで教えてもらったんですが、富士フイルムの NP80 と互換性があるバッテリーのようです。この辺面白いつながりがあります。で充電は充電器とかなくて本体充電に対応しています。本体に AC アダプターを挿せばバッテリーが充填されますので、かなり使い勝手は良かったです。電源を入れてみます。スイッチオン。何しろ2000年のデジカメですから、かなり動作はゆっくりです。2テンポくらい遅れて起動してくる感じです。2倍ズームしかないレンズなんですが、かなりしっかりした感じに見えます。ズーム操作をしてみます。ズームします。これでテレタンワイドに戻します。その後のコンデジではあまり見ないような動きをしてきます。撮影をやってみます。半押しでオートフォーカスして押します。こんな動きになります。動作は非常にスムーズでした。もう一回押してみます。切ります。カメラの撮影メニューを見てみると、マニュアルモードからカラーモードで白黒に変えたりすることができるのと、ホワイトバランスが変えられて、あとこれが良かったのが、絞りを開放に固定することができます。これは助かりました。であとは感度を設定することができます。標準、2倍、4倍、標準が ISO64、 2倍が125、4倍が ISO250 となります。フラッシュ撮影してみます。光るので注意してください。シャッターを押します。はい、光りました。かっこいいです。でここにメディアのアクセスランプがあります。もう一度シャッターを押します。かっこいいです。主なスペックを紹介します。発売が2000年9月。センサーは 1.8 分の1インチ CCD センサーで、原色フィルターです。画素数は334万画素、感度は ISO64 から250まで使えます。レンズブランドはさすがにコンタックスではなく京セラズームレンズで、焦点距離が38から 76mm 相当の2倍ズーム、開放 F 値が F3 から 3.7、 最短撮影距離は10センチです。シャッタースピードが8秒から2000分の1秒まで使えるのが優秀です。動画撮影ができて 320×240 の解像度で15秒間撮影することができます。液晶は 1.5 インチの TFT 液晶で11万画素、重量は 200g です。作例を出していきます。まずはテレタン 76mm 固定の写真を出していきます。最初ノーマルモードで撮影してみたんですが、ノーマルモードだと画素数が80万画素になってしまいました。圧縮率が変わるだけかなと思ったんですが、画素数が下がる仕様になっています。特
東急田園都市線を走る東京メトロ8000系電車です。80万画素にしてはなかなか綺麗に映ったなという感じです。感度 ISO64 が標準で原色フィルター CCD ということでなかなかいい感じです。ファインモードに変更して300万画素で撮影しました。相鉄線8000系電車ネイビーブルーカラーなんですが、車体がかなりノイズっぽくなりました。これで標準最低感度の ISO64 なんですが、電車床下の足回りだけではなく電車正面にもノイズが出てしまっています。東急田園都市線で東急8500系電車、このカメラ絞りを開放に固定することができて優秀なんですが、撮影するときにシャッタースピードが表示されなくて感覚が頼りになります。この作例はシャッタースピードがやや足りていない感じです。撮影した後の育児不情報にもシャッタースピードが残らないので、この辺は時代を感じます。この作例もノイズが気になるんですよね。ノイズが気になったので発売日が1ヶ月違いのキャノンパワーショット G1 と比較してみます。やはり京セラの方はノイズが厳しい感じです。パワーショットは高級路線のカメラでかわいそうなんですが、センサーサイズが同じで画素数も同じなので比較してみました。ワイドタン 38mm 相当で撮影した東武5万50系電車、影を見て分かる通り逆光方向ですが、まずまず綺麗に映りました。コンデジの割にはボケというか周辺の流れが出るカメラで、電車がジオラマっぽい写真に見えます。反対を向いて巡航方向を白黒で撮影しています。ワイドタン 38mm で絞りは F3 です。白黒かっこいいんですけど、ちょっとコントラストは低めな感じがします。通過した後に反対を向いて逆光方向、このカメラは白黒撮影がいいのかもしれません。ノイズっぽさが低減されて見やすい写真になりました。この作例でもやっぱり背景の住宅がボケというか流れてしまっています。最低感度でもノイズが厳しいわけですが、感度ごとの作例を見ていきます。まずは ISO64 と125を比較します。この比較を見て意外だったのが、最低感度の ISO64 より125の方がシャキッと見えています。線路の石とか画面の四隅を見てみると、64より125の方がシャキッとしています。拡大してみるとこんな感じ。圧倒的に ISO125 の方が綺麗です。さすがに暗い部分はノイズが多いわけですが、くっきりはっきりしています。標準感度が最低感度の ISO64 なんですが、感度が低すぎて少し無理をしているような感じがします。 ISO64 と最高感度の250を比較してみます。 ISO250 になると全体的に紫色っぽくなってしまってノイズも多いんですが、どっちがくっきりしているかと聞かれると250の方かもしれません。この辺の感度の違いを比較してみると、開発する人は苦労してるんだろうなと感じます。天気が良かった日に単純に風景だけを撮影してみました。この作例では低感度が生きていて綺麗に写っているように見えます。ワイドタン、テレタンを比較します。ワイドタンが 38mm 相当、テレタンが2倍ズームで 76mm 相当です。感度は ISO125 で撮影しています。2000年当時は2倍ズームのコンデジが多かった時代で、同じ年に発売されたキャノンイクシーデジタルも2倍ズームでした。玉ボケを出して撮影しました。最短距離は10センチということで、テレタン 76mm 相当でこんな感じに撮影できます。マクロ撮影は意外と得意そうな感じがしました。近い部分はくっきりはっきり綺麗に映りました。ただ背景のボケ方、暗い部分にノイズが気になります。花を撮影しました。かなり大きく映せています。葉っぱのふわふわした感じも綺麗です。ただ左下のボケ方を見てみるとちょっと汚い感じで、せっかく花が綺麗なのに残念です。別角度からもう一枚、マクロはやっぱり綺麗なんですよね。コンデジなのにコントラストは低めで、色も薄め、自然な色に見えます。他のコンデジはカリカリコテコテな写りが多いんですが、これはいい感じです。ただし背景に暗いボケを入れてしまうとこの通り。これも花が綺麗に写っているのに背景で台無しにしてくるカメラでした。動画の作例です。動画は解像度 320×240 で、録画時間は15秒までです。この時代のコンデジは動画機能がついているだけでありがたい時代で、イクシーデジタル初代は動画機能がついていませんでした。暗いシーンで撮影すると動画でもやっぱりノイズが多くなります。あとマイクを搭載していませんので音声が録音できません。ということで京セラファインカム3300を使ってみました。古いカメラなのに細かい指摘をしすぎてしまったなとちょっと後悔しているんですが、2000年というデジカメ黎明期をよく表したカメラで、いろいろ試行錯誤して頑張って開発してくれているんだなと感じさせてくれるカメラでした。
最後まで見てくれてありがとうございました。今後も面白いコンテンツを見つけてレビュー動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。